皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回紹介するのはこちらです。瓶、実録連合赤軍浅間山荘への道です。監督はですね、2008年の作品ですね。監督は若松浩二です。若松浩二、他にですね、胎児が密漁するとき、処女ゲバゲバとかですね、キャタピラとかも撮っています。最近ですね、2012年ですかね、もう若松監督は夜中に道を歩いてたところ跳ねられて亡くなって、非常に残念なことですけれども、この作品、出演者はですね、並木明恵、酒井真希、新たほかとなっています。テーマですが、こんな感じですかね。瓶、密室の狂気です。こちらですね、非常に長い作品です。190分あります。3時間以上ありますが、その中でこの、タイトルが浅間山荘への道とあるようにですね、これ、浅間山荘だけの物語ではありません。浅間山荘に至る過程が非常に、細かく描かれます。190分のうちですね、大きく分けると3つのパートに分かれます。最初がですね、当時の時代性を追ったところですね。2番目が、リンチ殺人のあった、山岳ベースですね。そして3つ目がようやく浅間山荘になるわけです。最初のですね、当時の時代性というところですが、これ当時はまあ学生運動があった頃ですけれども、やはり、戦後のですね、共産主義がはびこるというところでですね、いろんな、ところでその、共産主義が広まっていったんですけれども、日本もですね、いわゆるアプリゲールと言いますけれども、戦後ですね、日本が敗戦したことによって戦前の、価値が一切否定されていたわけですね。そこの中で生まれてきた戦後世代がですね、新たな価値観を模索するうちにですね、この共産主義ということにも出会うわけですね。ですので明らかにこう変なものとしてっていうよりは、新しいものとしてその主義を受け入れていったわけですね。そしても、この、連合赤軍ができた頃というのは、その学生運動もやや下火になってですね、そうなると残り少ない残党というのはどんどん先鋭化していくわけですね。そうしたところでこの当時の時代性というところがですね、描かれていくんですが、その先鋭化した組織ですね、これ、連合赤軍と言いますけれども、これ実はその共産主義者同盟赤軍派っていうのと、京浜安保共闘という2つの派閥が一緒になって連合赤軍というのを組むんですけれども、そうした、組む前提とかその成り行きっていうのは、この最初のパートのあたりで随分と詳しく、説明されます。なのでちょっと退屈かなと思うんですけれども、ここの辺をですね、ちょっとじっくり見ることによって、当時の、こういった左翼運動の歴史の勉強みたいなのもなるかと思います。そして、2部のこの臨時殺人になった山岳ベース、ここが、一番この実は作品のメインになってるんじゃないかと私は思います。で、先ほど言いましたこの2つの、派閥が一緒になって連合赤軍になるわけですが、それがさらに、警察から逃げていて、山岳ベースという山の中でこう、基地を作って、そこでみんなで、訓練をするわけですけれども、これが、悲劇でいうのはですね、この2つがまず一緒になったという不安定な組織の状態があるのに加えてですね、それぞれの元々の派閥のリーダーたちがどんどん逮捕されたりですね、もしくは国外に逃亡していてですね、実はその核になる人物たちはいなかったんですね。そして連合赤軍のリーダーとなったっていうのが、メインが森恒夫っていうのがいまして、彼はですね、元々脱走者という過去があるんですね。なのでその脱走者という過去をこう払拭するために、こういかに振る舞っていくかということを頭の中考えているわけです。もう一人がですね、永田陽子という女性ですけど、これもですね、実はちょっとブサイクなんですね。そういったところも、しかもその自分でちゃんとリーダーシップを持ってたわけじゃなくて、意外にこうリーダーたちと年頃になって自分の地位を高めていったというところがあります。で、そういった、まずその2つの組織の不安定なところで、中心のない組織の中で、さらに中心、そのリーダーになった人たちも自分たちが何をしたいというところはない、中心のない
者たちが権力を握ったっていうのがこの悲劇の始まりですけど、それがまた密室ですね、密室の中でこう大人数が集まっているわけですけど、その外部との接触がない中でこの、どうやってこの中身のないリーダーたちが組織を固めていくかというと、結局それがいじめのような関係になっていくわけですね。誰かの弱いところを見つけてそれをみんなでいじめていく。当時はですね、これが自己批判とか総括っていうような言葉でやるんですけど、まずは気に入らないところがあったら自己批判して、お前は間違ってるってことで自己批判を強要させる、されるわけですね。それでなんかよくわかんないけど、まあ自分を否定しなきゃっていうことでいろいろ自己否定するような自己批判をさせられるわけですけど、それがうまくいかないとお前は自己批判ができないんだからこっちがしてやるっていうことで罰を与えるような感じで、それが総括って言われるようなものなんですけども、それもですね、最初はまあ普通にビンタとかしてるだけなんですけれども、それがそのうちどんどんひどくなって結果的には殺人につながっていくわけですね。で、一度そういうことが起こるとですね、もう次々にそれが続いていくわけです。で、続いていくにつれて次は誰になるかわからない、誰が矛先、誰に矛先が向くかわからない、そういった恐怖がですね、この映画を見てると見てる側に非常に伝わってきます。次には俺が来るんじゃないか。これは普通の組織の、まあ、学校とかでもいじめにも非常に似てる状況ですけども、いつどうなって自分が殺されるかわからない状況、それが、2部のこの山岳ベースで必要に描かれるわけですね。で、その後こう今度浅間山荘へと舞台を落としますけれども、実はこの浅間山荘に行く段階っていうのは、その山岳ベースから逃げていき、山岳ベースから解放された状態っていうので描かれますので、意外にですね、居心地がいいって、ここその要するにまた逃げて最後っていうのはですね、もうあとは戦争に出て死ぬような感覚でみんな、浅間山荘に閉じこもって立てこもってますので、意外にもうハイな状態でハイテンションで、しかもその三角ベースのその緊張感っていうのはなくなってますから、ね、ちょっと楽しい感じもあるわけですね。その中で、まあ、そう戦ってる間、もちろん不謹慎、犠牲者も出て人質もいるわけですから、あまりそういうこと言えないので、でもそういった高揚感の中でですね、でもその中ででもこう、犯人たちのこうお母さんがですね、こう呼びかけてくるわけですね、こう、解放しなさいっていうのは、そういう言葉を聞きながらですね、まあもともとはこの浅間山荘に来るような人たちっていうのもですね、そんなにこう最初から悪いやつだっていうわけでもなくて、なんとなく最初はですね、世の中変えていこうぐらいね、考えてここまで来てしまった。もともとは世の中良くしようと思った人間が最終的には最終殺人犯にもなってこんなことになってるっていうのが、この親のこう声を聞くっていうのが非常にこう切ない文でもあるわけですけれども、この、物語でもっと面白いのがですね、この、実は連合赤軍の軸の中にもともと描かれているのが、山岳ベースで亡くなる遠山美恵子さんということがいるんですけれども、その人とですね、まあ獄中にいますけれども、中東に行った重信房子っていうのが仲が良かったということで描かれているわけですけれども、まあ重信房子はですね、まあ、中東に行って、この若松浩二もですね、パレスチナ解放人民戦線 PFLD の映画も撮ってますので、そういったつながりとともに、その富山美恵子というのも、上映会手伝ってたということで、非常にこの若松浩二も実際、顔見知りだったんじゃないかというふうにも思うんですけれども、この富山美恵子のこう描かれ方はすごくよくてですね、この演じてるのは堺真紀なんですけれども、普通の女の子として描かれます。もともと富山美恵子自体もですね、明治大学の夜間を卒業して、普通に勤めながらこういう、運動に参加していた。しかもその殺されるのがですね、因縁つけられたのが、ちょっと化粧してたんですね。化粧したことを永田陽子にこう問い詰められて、因縁つけられるような形で最終的に自己批判させられて、こういうことになってしまう。そういうところがですね、本当にすごく普通の女の子でもこういう運動に関わったことによってここまでになってしまう。そういうところが、ね、非常に怖いというところでもありますし、その時代の中で翻弄される若者たちっていうのが描かれ方としても非常に分かりやすいんじゃないかと思います。この浅間山荘を題材にした映画っていうのは他にもありまして、この若松浩二の方は立てこもった学生側から描いてますけれども、他にもですね、警察側から、描いた、さっさ敦之原作で、原田雅人が監督している、突入性浅間山荘事件というのも
ありますし、あとですね、立松和平原作のですね、で高橋晩明が監督した、光の雨というのもあります。これは劇中劇としてこの、浅間山荘舞台に映画を撮ろうとしている、その映画の様子を撮っている、作っている作品ですね。そういったものもありますので、ですね、見比べてもらいたいんですけども、やはりこの3つを比べますと、この持続連合赤軍、浅間山荘の道っていうのは非常に、当時の雰囲気、そしてまたその恐怖ですね、がすごく詳しく描かれていると思います。ぜひ、これ長いですけれども、ぜひご覧になってください。